どうも、SK です。今回は、アプリのね、画面にタイトル載ってるんですけど、ダニエル、今はフリーキック中よというね、アプリをやっていきたいと思います。それでキックオフ。まあ、ちなみに今はね、ダニエルシーズンというのが1、2、3、4、5と来ておりますが、1から4までは、見てた通りクリアしております。このようにね。まあ、5試合やってボス戦とかありまして、これ何のゲームかと言いますと、まあ、要はこの、まあ、サッカーなんですけど、このね、ボールをこう、スワイプして、スワイプさして、で、的に当てたいんですけど、その、的当てる前に、このダニエルっていう、このね、まあ、見てもらった方がいいですかね。とりあえず、一番新しいところに行きましょう。こういう感じでなんかあるんですけど、上にね、こう、フォーメーションみたいなのが載ってまして、で、ダニエル君がこの、上下のマークと審判がいるというわけですね。アイテムはイエローカード、ビッグボール、マットストップとかあるんですけど、真下にね、効果書いてあるんで、まあ、これはまあ、動画ストップして、効果見てもらったなと思います。というわけでやっていきましょう。威力とかね、体力とかもあるんでね、ちなみに、ダニエル君の体力が12あるんですけど、自分の今、威力が14あります。なので、当てたら死ぬみたいな感じ。なんかドラクエで攻撃したらみたいな死ぬみたいな感じですね。だから自分の攻撃力が14あって、ダニエル君の体力が14あるみたいな感じです。で、こうやってちょっと不規則に動いてるんですけど、この、筋肉ムキムキ、筋肉隆々してるのがダニエル君で、赤いの挟んでるのが、審判ですね。で、ちなみに審判に当てるとその時点でもうゲームオーバーになるので、審判に当てないようにこの後ろの赤的に当てていく感じですね。例えばこんな感じで。で、このように審判に当てるとこうやってレッドカードでね、退場させられちゃうので、リトライでもう一回やるみたいな感じですね。ダメだと思ったらリトライするのも手です。でちなみに弾の数とかもステージによって変わるので、それは、自分のあれ次第ですね。まあ、上級者になればね、こうダニエル君を使いつつ的も当てるというこの高等技術もできるので、ね、皆さん頑張ってみてください。でちなみにこの真ん中の的に当てるとゴールドがプラスでもらえるので、頑張ってください。まあ私くらいのレベルになるとこんなのちょろいですよ。で、このようにクリア報酬で、お金もらえるんですけど、この下にね、緑ゲージでね、あと474ゴールドで威力アップするで、これが、474コインが溜まれば、あとですね、溜まれば、威力が1個上がっていくと。で、最初1だったんですけど、徐々に上げて今15まで上がっています。で、ダニエル君を倒すと、この、ね、前後ダニエルというアイテム1個もらえるんですけど、これは何かというと、このようにね、忍者ダニエルとか、左右ダニエルとか、いろいろあるんですけども、これはさっき取ったのが前後ダニエルのここですね。で、この、あと5枚でスキルアップとかいろいろあって、で、これを取ると、まあ、ちなみに今のは前後ダニエルだったので、このシーズン8までのクリアが必要なんですけど、自分まだ5なので、5枚取っても、上げることはできないと。で、その他のこの冬ダニエルとかは2枚でスキルアップできる。で、こういう2枚取ってスキルアップすると、上のこのね、なんか聖水みたいなやつあるじゃないですか。これが、これの使用回数が今10分の8になってるんですけど、そのマックスの限界値が超えます。だから11とか12になりますね。で、これは何かというと、バトルするときの、この、なんていうの、消費使うっていうので、減るので。だからビッグボール使うと上の8が7になるという感じですね。で、ボールの数も決まってまして、ちょっと、これ終わっ、このようにね、動きがユニークなんでめちゃくちゃ面白いですよ、このゲーム。で、この力スワイプの加減によってこうね、弾の飛びのあれも違うので、これも超面白いですね。これダニエル君を倒して、的を減らしつつ、赤盾、こういう枠狙っていくっていう方法もあります。
こういうちょっとね、あの変化球の当て方もあります。え、多分ああ、たまんないですね。まあ、次。で、ですね、このボールっていうのがありまして、まあ、右上に書いて、今116個あるんですけど、これはね、カウントされてまして、60秒で1個サッカーボールもらいまして、こう押すと、これ6個回収できて、プラス6になったと思います。という感じで、最大30個までここにね、蓄積されます。ここにピッて増えてきます。で、今多分メダル取ったのでね、これで、上限アップってありますね。これを押すことによって、このスキルポイントの上限が1個上がっていくという感じで。で、レベル上がれば上がるほど、ここの、精髄が、の、最大のやつが上がっていくんで、アイテムを使用する回数も増えるということですね。ちょっとボスまで行きたいですね。ちょっと。意外にね、難しいんだ。これね、難しいんですよ。今こういう動きしてますけどね、このダニエル君と審判がぐるぐる回ってる時とかありますからね。これ見ものですよ。ボス戦に、ボスになると多分もっと面白くなるんで。で、ちなみに今的ちっちゃいじゃないですか。これをビッグボールとか使うことによって、的に当てやすくなるっていう方法もあるので、このアイテムの使いどころも重要ですね。なるほど。これ難しいんですよ、意外に。よいしょ。あー、強すぎますね。なかなかなんです。あと1球ですね。よっしゃ、当たった。オッケー。多分レベル上がりますね。クリア報酬として。で、上がって1400ゴールドで、威力を14から15に上げれると。で、ダニエル君はね、倒さないとメダルくれないので、ただ的に当てるだけでは、この、聖水のポイントが増えないので、まあ、当てつつ、的も当てるっていった感じがいいんじゃないでしょうかね。じゃあ、ボスはちょっと次やりましょうか。カットカットのやつで。前後ダニエルが来るので、前後に動いてきますね。で、審判に当てると、その場でもう笛が鳴るので、審判に当てないように、慎重にやってきてですね。今はね、威力が自分の方が高いので、ダニエル君の体力より。一発で死んでますけど、ダニエル君の体力上回ると、2発、3発になりますね。ちょ、若干適当にやってる感はありますけど。難しいですね。あー、惜しいですね。で、このようにゲームオーバーになると、動画を見て、一方リコプラスとか、聖水使ってプラスできるんですけど、もったいないので、リトライしてやります。ボスを倒すと聖水がもらえます。そうですね。今のポイントを書いてあったんですけど、ボス倒すことによって聖水もらうことができます。まあ、これは多分無難に、まずこのダニエル君吹っ飛ばしつつ、審判に気をつけながら、的にこう当てていく感じがセオリーなのかな。ただね、的一個になって動いてる的とかはね、難しいんですよ。このように当てにくい、審判の動きも確認しつつ的のタイミングにも合わせないといけないから、これね、クリティカルヒットすると、ゴールドはプラスでもらえるので、まあ真ん中狙ってみるっていうのも、ありかなと思います。多分ね、ボスじゃないっすね。なかなかボス来ないね。結構動画長引くね。もう大きい的当てやすいんですけど、ちっちゃい的ね。まあ、ダニエル君越しでこう当てつつ、跳ね返ったボールで的に当てるって方法もあるのでね。それができたらいいんですけどね。お、いいね。いい感じのショットですよ。これはね、ちょっと自分もよくわかんないです。もしかして、大事なとこ当てることによってポイント高いのかな。ちょっとね、あれは、OK。ダニエル君のね、なんかクリティカルヒットちょっとよくわかんないですけど、多分場所ですね。あれ当たる場所が、ちょっと、P の場所だったら多分、ポイント高いのかな。ちょっとメダルのやつ確認しましょうかね。
で、ちなみにまだこれ自分始めたばっかりなので、まあ、レベルも全然いってないですね。お、ボス戦ですね。タイトルが、ダニエルの指揮。審判しかない、え？車輪ダニエル。たぶん、ぐるぐる回ってますよ。こんな感じでね、出てくるわけなんですよ。これ、ピンコですね。ピンコ当てることによって、クリティカルヒットになってますね。で、難しいですね。審判に気をつけながら、ダニエル君も当てて、的にも当てていきたい。かわいそうですね。2回クリティカルヒットだった。あー、惜しい。せめて、お、いいね。ここはクリアしたい。来ましたね、クリアしました。こういう感じです。で、ボス戦クリアすると、聖水もらうことができて、お金もめちゃくちゃもくれるんで、これで、威力アップということで。威力中、お、2回終わったし。って感じですね。で、どんどんこうね、シーズンをクリアしていくといった感じですね。で、ボールもこのように溜まると、溜めていくと。時間によって溜まるね。で、このね、一瞬もどんどん、ダニエルも溜めていくといった感じですね。で、ショップで、このようにね、聖水とかボールクラスとか威力とかも買うことができる。まあ、課金アイテムというかね、こともできるので、やってみてはいかがでしょうか。というわけで、今回はどうもご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。